はい、皆さんおはようございます。今ですね、栗から峠ですね。今桜祭りが やってるんですけど、もうおじき桜祭りも終わるのかな。やってきたんですけど、見てください、もう激混み。本当はこれ動画撮るつもりなかったんですけど、ちょっとあまりにもこれひどいんで、ちょっと撮影しようと思って急遽撮影し始めております。綺麗だね。でもね、いや、このさ、駐車場じゃないところに止めるの本当にやめてほしいよね。このただでさえ狭いのにさ、横にさ、こうなんか止めるのね。で、一応この祭りの期間は一方通行の規制になってるので、今一方通行でぐるっと回ってる状態なんですけど、この止め方ね、この止め方ほんとね、やめてほしいよね。邪魔だわ。全然多分これ止めれないんじゃないかな、駐車場。もう最悪そのままぐるっと回ってなんか降りてこうかなみたいな感じなんですけどね。しょうがないよね。でもね、まあこうなるんじゃないかなと思ったんですけど、一応 Google マップのね、まあ情報を見る感じだと、なんか通常に比べてそれほど混んでませんみたいな感じだったんで、まあちょっとね来てみたんですけど、やっぱりなって感じですね。全然動かねえな、これどうなってんの。よいしょ。ちびちびやな。多分これ車がやっぱ邪魔なんだろうな。全然動かねえもんな。なんで駐車場じゃねえところに止めるかな。つら、こんなもんちょっと幅広い車だと通れねえじゃねえかよ。何考えてんだろう。信じらんねえわ。いや、これは詰まるよ。こんな止め方されたらね。これ車どかさせなきゃダメだよね。信じらんねえわ。なんか止めれそうな気配しないね。もうあの車窓からの映像でそのまま終わりになるかもしんねえな、これ。でも綺麗だけどね。コロナの時はね、もう全然スッカスカのガンダガラだったんですけどね。これはダメだな。多分止めらんないわ。ここ右行った先にね、まあこの桜の時期じゃなくても、私もたまに来た時に止められる駐車場がねあるんですけどね。結構そこが多分一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、これはダメだな。まあ一方通行だっつってんだ、これ。何考えてんねん。開けませんね。開けません。帰りましょう。これここの先ね、この抜けたところに駐車場あるんですけど、自分いつもそこ止めるんですけどね、多分いっぱいなんだろうな。どうなんかな。もうなんか降りて写真をね、ちょっとスナップでもしようかなと思って来たんですけど、ちょっとテンション下がりましたね、これね。多分いっぱいなんだろうな。あー、もういっぱいだわ。はい、ダメです。石川県に入りました。
ましょう。ダメですね。止めっとこない。これいっぱいだな。まあ意外とこの桜の綺麗な場所ってこのね、あの不動寺のあるあの周辺だけでもないので、意外とね、ここもこれまあ一方通行なんで今回これ下りしか行けないんですけど、この道ね、この道の途中にも結構綺麗なところあるんで、これ多分動画は撮ってると思うんですけどね、過去にね撮ってアップしてると思うんですけど、これは民家、人ん家のあれだな。もうでもだいぶあれだな、葉桜っぽくなっちゃってるけど、こんなもんなのかな。こういう感じでね、意外と道沿いに綺麗に咲いてたりするんで、山頂だけじゃない、やっぱ散ってるね、もうだいぶね、花びら落ちてるもんね。こういう感じで意外と綺麗だったりするんで、まあ止められなかった際はもうしょうがないですよね、スルーして帰るしかないですわ。遠方から来たね、あのお客さんからするとちょっと申し訳ないですけど、まあ、私の場合はね、まあ、地元っていうのもあれですけど、まあ、金沢市民なんでまた来ようと思えば来れるんで、ちょこちょこねこうやって咲いてて綺麗なんですよね、こういうとこね。帰りましょう。もう散ってるな、だいぶな。ただこの辺になるともう車止めるとこないんで厳しいですけどね。多分駐車してね、あの止めっぱなしにしてると、なんだろう、多分良くないんじゃないかなと思うんですけどね。綺麗だね。スポットはやっぱ人来るね。ダメだね。